ティルピッツ、ティルピッツ、ティルピッツは、第二次世界大戦時のドイツ海軍の戦艦、ドク、シュラッチフ。ビスマルク級の二番艦。名前は、第一次世界大戦時の海軍元帥、アルフレート・フォン・ティルピッツにジム。現在に至るまでドイツが建造した最後の戦艦であり、また、ドイツ海軍軍人の名を冠した唯一の戦艦であった。 1936年11月2日、ビルヘルムスハーフェン海軍交渉に適行した。1939年4月1日に浸水し、1941年2月25日に収益した。同年中はバルト海において戦闘訓練任務に従事していた。姉妹艦のビスマルクよりも排水量や武装、航続距離において洋木上は、 若干上回ることとなったが、建造の遅れ、ドイツの海戦が予定よりも早まったこと、イギリス海軍の予想外の素早い行動により、当初予定されていたビスマルクとの、通称破壊共同作戦を取ることはできなかった。海軍編入後、すぐにビスマルクは失われてしまい、単艦で残されたティルピッツは、よく言えば、謙遜艦隊主義的な運用を、悪く言えば出撃しないまま死蔵されることになった。 しかし、イギリス海軍は常に、ティルピッツの出撃に備え、それなりの戦力の艦隊を本国に温存待機させて、おかざるを得ず、ティルピッツはたとえ出撃せずとも、その存在自体が有害かつ脅威であり、何度も撃沈する作戦が採用された。1942年1月、ティルピッツは、ノルウェー水域に派遣された。ティルピッツは、バルト海から、 ヒール運河を経由して1月16日にトロンハイムに着いた。3月6日、偵察機が前日にヤンマイエン島南方で発見した敵戦団 PQ12 を攻撃するため3隻の駆逐艦、ヘルマン・シェーマンを伴ってトロンハイムを出撃したアッパーシャンスパートパラスト。しかし敵戦団は発見できず、戦火は7日に駆逐艦が沈めた。 QP8 戦断の落語戦一隻のみであった。9日、戦団攻撃を断念し、トロンハイムへ戻る。途中のドイツ艦隊は、イギリスの偵察機に発見され、続いて、空母、ビクトリアスから発進した、アルバコア来撃機12機の攻撃を受けたが損害は、なく、ベストフィヨルドに避難後、13日、トロンハイムに帰島した。 7月5日にも PQ17 戦乱の攻撃に出撃、オペレーションローゼルスプラング。1943年9月、ティルピッツはスピッツベルゲン島に対して艦砲射撃を行ったオペレーションジッツイリアン。なお、この時期にティルピッツは駆逐艦用の55.3センチメートル4連装魚雷発射艦を両原に機ずつ装備している。ティルピッツは最初は、 トロンハイムにいたため、イギリス空軍機による攻撃を何度も受けた。そのため、攻撃範囲以外のアルタフィオルドへ移動した。チャーチル首相は、ティルピッツを怪物として、その潜在的脅威を恐れ、千年に、イギリス軍はティルピッツを沈めるべく、人間魚雷、チャリオットによる攻撃も検討したが、実行には移されず、代わりに9月22日、アルタフィオルドで、 イギリス軍の X 艇による攻撃、ソース作戦が実行され、ティルピッツは船底に X 艇から 2000kg 爆弾、X 艇は原則に爆弾を搭載し、艦艇下でそれを海底に投下する方法で攻撃する、潜航艇のことによって攻撃を受けて損傷、一時航行不能となった。ティルピッツは1944年3月修理を完了し、 フィヨルド内から出港せずオンズオンされた。ティルピッツはこのような経緯からあまり目立った活動ができず、外洋へ出ての攻撃という本来の任務も果たせなかったため、艦隊作戦にも通称破壊にも使われないまま、数年間にわたって息を潜めいたようなことから孤独の女王とも呼ばれていた。1944年4月3日、ティルピッツはイギリスの空母、ビクトリアス、 フューリアスの艦載機による空襲、タングステン作戦を受け、多数の命中弾を受けた。その後もイギリス軍は4月24日、5月15日、5月28日、7月17日、マスコット作戦8月22日、8月24日、8月29日に空襲を行ったが、8月24日の攻撃以外では命中弾はなかった。 8月24日の空襲では2発の爆弾が命中したが、1発は不発であり、もう1発も、砲塔の天外に命中してわずかな損害を与えたのみであった。9月15日、ティル・ピッツは、パラベーン作戦における、ソ連領内から発進したイギリス空軍のランカスター、爆撃機の攻撃を受けて5トン爆弾、トールボーイ1発が命中し、外洋公開や、 本国開港が不可能となるほどの大損害を受けた。10月、トロムソへ移動。11月12日、トロムソ西方のハーコイ、ハコイ島の南岸に着艇して、砲台とする作業中に、イギリス空軍の第617爆撃機中隊のランカスター、爆撃機によるトール防衛を使用した爆撃、カテキズム作戦を懸命中断3、資金弾1により大破を転しそのまま、 沈没着定した。ティルピッツの1000人以上の乗組員が、館内に閉じ込められ、うち半数が犠牲となった。大破着定したティルピッツは、第二次大戦が終わるまで放置された。1948年から1957年に、かけてドイツとノルウェーの合弁会社によって、不要、解体された。ティルピッツは、ビスマルクと共に、 ドイツ最強の戦艦であったが、目立った作戦行動と活躍がないまま生涯を終えることとなった。だが、撃沈されるまで、イギリス海軍、とりわけチャーチルが戦艦を脅威とみなして、対抗戦力をイギリス本国に貼り付け続け、結果として、イギリス海軍の前線戦力を長期間減少させ、続けたことから、その存在意義は、太平洋での同等の戦艦以上に評価された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。